こんにちは、マフリーズボロ山本まりです。夕方少し暗くなり始めてからお外を散歩するとたくさんのホタルを見かけます。日本では特定の場所に行かないと見られない水ボタルですが、こちらでは水を必要としない陸ボタルのため玄関を開けると普通に飛んでいます。眺めているだけで和やかな気分になりますね。ではお知らせに入ります。夏が近づき花火の季節となりました。花火に関する町の条例についてです。花火の販売には許可が必要となっており、個人で大量に仕入れた花火を売る場合には必ずファイヤーマーシャルとマフリーズボロ市から許可を取ってください。また許可なしに市外から市内への花火の持ち込みも禁止となっています。ですので市内で花火を楽しむ場合は必ず市内で花火を購入してください。花火の購入対象年齢は16歳以上となっています。購入の際には州が発行する写真付きの証明書が必要となります。また市内ではロケット花火は禁止となっております。テネシー州では特に花火の使用期間は定めておりませんが、マフリーズボロ市内では花火の販売と使用期間が条例で定められています。夏の花火販売期間は6月28日から7月5日までです。また花火を楽しめるのも販売期間と同じ6月28日から7月5日までで、午前10時から午後10時までとなっています。ただし7月4日の独立記念日の日だけは午後11時までとなっています。駐車場などで花火の販売が行われていない期間は市内は花火禁止ですのでご注意ください。また花火を楽しむ場所ですが、個人の所有地は認められておりますが、例えば公共の大通りや他人の所有地では禁止となっています。この花火を楽しめる場所ですが、花火を点火して燃え残りが落下する地点を指しておりますので、隣の家に花火の燃え残りなどが落下しないように注意してください。また花火は新年にも楽しめる期間が定められております。こちらの方は12月に入ったらお伝えする予定でいます。夏の花火は6月28日から7月5日までです。ご注意ください。次の知らせです。先日参加申し込みが行われましたマーフリーズボロハーフマラソン、今年は申し込み開始から6時間で定員の2500名となり締め切りとなりました。ちなみに昨年は申し込み開始から締め切りまで11日間かかったということです。これを受け主催者側は反響がとても大きく驚いています。このハーフマラソンは平坦なコースが多く、初心者でも安心して参加できること、そしてマラソン経験者にとってはフルマラソンの練習感覚で参加できるのが魅力なのでしょうと話しています。コースはメインストリート、オークランドヒストリックハウスミュージアム、マフリーズボロのダウンタウン、そして MTSU を通過する予定です。大人向けの参加申し込みはすでに終了してしまいましたが、6歳から13歳までの子ども向け1マイルのマラソン、マーフズファンラン、こちらはまだ受付をしているということです。こちらの子ども用は大人のハーフマラソンが出発した後にスタートとなります。定員は250名です。マフリーズボロハーフマラソンとマーフズファンランは10月13日に行われる予定です。次の知らせです。2010年3月、テネシー州の保健局は新しくプリ K、キンダーガーデン、そして7年生に入る子どもたちに対し新しい予防接種の予定を認可しています。このためプリ K とキンダーガーデンに留学する子どもたちは追加で A 型肝炎、B 型肝炎、ヘモフィルスインフルエンザ B 型菌と肺炎球菌結合ワクチンの接種が必要となっています。7年生は破傷風ブースター追加免疫の接種と水疱瘡に対する免疫の証明が必要となります。ラダフォード郡の学校に通う生徒で秋休み明けまでに予防接種を受けていない生徒は予防接種を受けるまで登校の許可がもらえなくなります。ミドルテネシーメディカルセンターのモービルヘルスユニットはザ・プライマリーケア&ホープクリニックと共同で夏休み中に予防接種とそれに関わる医師の派遣を行っています。今のところの予定ですが、6月は19日火曜日午前8時から午後4時までウィットウォーズ・ブキャノンミドル、22日金曜日午前8時から午後3時まではウォルターヒルエレメンタリー、26日火曜日午前8時から午後4時まではブラッドリーアカデミー、6月29日金曜日午前8時から午後4時まではスマーナのジョン・コールマンエレメンタリーとなっています。
7月は12日木曜日午前8時から午後4時までスマーナのウェイリーハウジング、次の日13日金曜日午前8時から午後3時までこちらもスマーナのウェイリーハウジング、7月24日火曜日午前8時から午後4時まではスマーナミドル、27日金曜日午前8時から午後3時までラバンミドル、31日火曜日午前8時から午後4時まではスマーナのスチュワートクリークミドルとなります。8月は8月7日火曜日午前8時から午後4時までがオークランドミドル、8日水曜日午前8時から午後4時までがクリスティーナミドル、10日金曜日午前8時から午後3時までがブラックマンミドルとなっています。モービルヘルスユニットではアメリチョイス、アメリグループ、ブルークロス、ブルーシールド、テネケアセレクト、カバーキッズ、ヒューマナ、メディケア、ヒューマナ、メディケア、トリケア、シグナ、そしてユナイテッドヘルスケア、UHC の各保険が使用できます。また、健康保険未加入の場合には、それぞれの場合によって対応するとし、支払い能力に関わらず、すべての子どもたちが予防接種を受けられるように全力を尽くしたいと関係者は話しています。次の知らせです。オールドフォートパークにある子ども用の遊び場キッズキャッスル、老朽化に伴い新しい遊び場の建設が行われていましたが、6月に工事が終了し、オープニング6月の最初に初旬に工事が終了し、オープニングが6月13日に行われました。新しいキッズキャッスルは30万ドルの費用で建設されています。内訳は州の観光庁から受け取った補助金費用の半額にあたる15万ドルと、残りの金半額は町の歳入から負担したものです。新しいキッズキャッスルにはさまざまなハイライトがあり、例えば子どもがよじ登ったり座ったりできる大きいバージョンのジャックスウェブ、12フィートの高さのタワーにロープの端がかかっているウェブスケープクライマー、25フィートの高さのタワーと30インチの滑り台のあるメガタワーウィズスライズ、ちなみにこのプレイグラウンドには滑り台が10箇所あるということです。そしてアクセレレータースイングというブランコ、この下には小さい子どもや障害児も安心して遊べるよう柔軟性のあるゴム素材が敷き詰めてあります。乳幼児用にもトドラエリアという遊び場が備えてあり、おもちゃの電話を通じて向かいの人の声が聞けたり、アクティビティパネルも用意してあります。また保護者が座れるようにベンチも用意されています。乳幼児より少し大きい子どもたち用に2 to 5 year old エリアもあり、こちらは2歳から5歳用の遊び場となっています。このエリアには地面にコブなどが作られておりますが、こちらも障害を持つ子どもたちが遊べる基準を満たしているもので、その他手話のパネルやモンキーバーなどもあります。また車椅子も使用できるテーブルも備え付けてあるということです。新しくできるプレイグラウンドには町の職員が作った花壇が大きな木の下にあり、新しいキッズキャッスルは高さ4フィートのフェンスで囲まれているということです。お知らせは以上です。前回のお知らせでアグリパークで行われるファーマーズマーケットの開始時間が午前6時とお伝えしましたが、正しくは午前7時からです。訂正させていただきます。では失礼いたします。こんにちは、マフリーズボの山本まりでした。ごきげんよう。